ともチューブ。はい、ということで今日はなんと私の大好きなじゃーん、キングダムハーツカフェに来ました。まず一番大好きなソラ、知ってますかみんな。そしてキーブレード、この鍵で戦っていくゲームなんですけど、多分一番最初は私が小学校5年生ぐらいの時に発売されて、初めてプレステを買って、ディズニーがやっぱ大好きなので初めてゲームをこんなに毎日やったってぐらい、土日の朝から晩までゲームしすぎて、母親にもうそんなゲームしちゃダメって言われるぐらいゲームをして、で友達といつも放課後遊んでたんですけど、キングダムハーツにハマった期間だけは友達と遊ぶのも放課後やめて家に帰ってすぐゲームみたいな、頑張って最後まで全クリしたゲームがキングダムハーツです。なんといっても、まあ、ソラももちろん好きなんですけど、ドナルドとかグーフィーとかが話しかけてくれたり、クリアしていくとどんどんストーリーが展開されていくのがすごい楽しいし、ディズニーのいろんな島に行くんですよ。ピーターパンの世界に行ったりとか、ディズニーランドみたいな世界に行ったりとか、話のいろんな世界に行けるっていうのがこのゲームの楽しさです。多分これレクサス、あ、ロクサスで、多分これは2かな、2から出てたんじゃないかな。可愛いけどハートレスでしょ。ハートレスっていうのは敵ですね。闇の力を。ハートレスともう一個いませんでした。なんかシルバー色のニューリのやついたんですよ。いたの。はい。え、ハートレスじゃない、影から出てくるやつじゃない。はい、影。あ、これカリブの海賊あるんだ。あ、今ねラプンツェルの最初らへん。でもラプンツェルを私は映画のラプンツェルめっちゃ見てるんで、ストーリー大体わかるから、お家の方面とか映画を見てるとキングダムハーツも攻略しやすいなって思いました。そして帰りだよね。そうですね、大好き帰り。あのディスティニーアイランドだって一番最初の島、最初住んでる時は幸せだったの、大変な物語になってくるんですよね。マレフィセント激強なのよ。ここめっちゃ何回も空が死んじゃって、でなんか違う島に行ってもっと空を強くしないと、ここのマレフィセントに勝てないと思って、で空を強くして戻ってきてやっと勝てたっていう、それぐらいマレフィセントめっちゃ強い。かわいい。この前写真撮りたい。僕も明日で写真撮れないです。いや、ミッキーがいる。最初キーブレードの買い方知らずに、一番最初にこのキーブレードもらうじゃないですか。ある程度のところまでずっとこのキーブレードで戦ってたんですよ。で新しいキーブレードをもらって変えていった方が強くなっていくのに、これでめっちゃ戦ってて、だから空自体はすっごい強くなってて、攻略も買って初めて知って、変えてみたら激強になって、そっからすっごい簡単に敵を倒せるようになったっていう。でもあるあるっすね。なんかそうなの。いや、ないないっすね、ごめんなさい。 HP が回復する魔法があるでしょ。じゃなかった気がする。はい、ケアル、ケアル、ケアル。あ、ケアル、ケアル。それが使えるようになるとだいぶさ、戦い中でもさ HP 回復するじゃん。じゃないとなんか、はい、ポーションポーションめっちゃ買わなきゃいけないからさ、大変だよね、金欠になっちゃう。楽しいね。え、13期間の着てるってこと？このミッキー。ミッキーでもこの衣装よく着てるというか。一番可愛いポイントはフードにもミッキーの耳ついてる。可愛くないみたいで。いいっすね。だってさ、ミッキー耳あんのにさ、フードにもさ耳ついてるよ。でもなんか気持ちいいよ、素材。可愛い。ポーチもあるし。あ、これわかるよ。このシャドウ嫌い。一番弱いから。そうですね。アンダーランドとか出てくるのかな、これ。何これ。すごい。王様の冠の時計がある。おしゃれですね。これめっちゃいいじゃん。キーブレード、キーホルダー。これ超欲しいんだけど。なんだっけ、約束の守りって。武器ですよね。どっか強い時にさ、あれじゃない？あのカイリとリクとさ、3人のさ約束の守りとか、そっちかミッキーたちとの約束の守りか、多分ソラがどっかでもらうやつだよね。最後の方やったと思うんですけどね。最後の方だよね。わしよりでもミッキー。はい、メニューがとっても可愛い。このシーンさ、まずこれで話したよね。もうここモンスターズインクのところと、こっちのバズのところ、トイストーリーのところと、まだ私3はラプンツェルのところしかできてない。多分初期の初期3アイランドぐらい。メニュー見て見て見て、どれが好きかとかじゃなくてさ、自分の好きなキャラクターが食べたくなるよね、うん、やっぱソラでしょ。まずこれがいい。目覚めのトマトパスタ。目覚めのってよく使うよね。使います使います。本当によく使って知ってますよ、僕だって。あのディスティニアアイランドに私が何回住みたいと思ったか。ソラの衣装をイメージした赤いトマトのパスタ、王様の形のポテトサラダ付き。これ本当に来んのかな。キーブレードが乗っかってる。来んのこれ。
本当に来るの？カイリも好きだけどな。カイリ可愛いですよね。ねえ、可愛い。もしかしたら初恋カイリかもしれないです。やって空は。それはお互いね。でも空に憧れて僕もストレートパーマにしたな。北上くんの話どうでもよくないの。語らせてください僕。これもでも気になるね。この2つのどっちか。アグラバーステージ魔法のランプチキンカレー。アラジンのチキンカレー、ランプの形してるやつ。ネバーランドステージシーフードカレー、ピーターパン。魔法のランプチキンカレーにします。飲み物もさ、やっぱこれじゃない？ソラ、リク、カイリ、運命のハーブパインソーダ。当時の3人がやっぱ好きだから、これを飲み干します。このさ、プーさんのところ最後だったような気がしたんだけど、なんかまあとにかくプーさんいたかいないかわかんないけど、このこういうところが最後にエンディングであったと思う。プーさんのサニーラテも飲みます。北上くんと一緒に食べましょう。いっぱい頼んでます。なんかすごい可愛いグッズがあるので紹介したいと思います。はい、まずこのバッグ超可愛い。こういうのディズニーランドとかに載ってるじゃん、おしゃれ的なバッグ。そこにさ、ちゃんとさ、空が登場してるところ、隠れ空。すごくないこれ。だって普通から見たら、あ、ディズニーランドで買ったよくあるグッズのバッグでしょみたいな。したらまた空いるから。いっぱいあるよ。これ開けないと。開けてみよう。ワッペンですか。可愛いんだけど。可愛くない？可愛い。ここ後ろが粘着つけて。携帯とかで貼りたい。スキーハロウィンターン。ナイトメアでしたっけ？そういうことね。全部開けてみよう。あ、すごい、キングダムハーツのロゴ。かっこいい。貼りたいよ。何種類あるんですか？全全6種類。6種類全部あるのかな。あ、ネバーランド。ティンカーベルが飛んでる。かわいい。ワンダーランドの欲しいな、アリス。アトランティカ。かわいい。アトランティカ。ティカティカ。アトランティカ。じゃあ最後。最後、私のアリスが来るか来ないか。そうですね。あ、アラジン。かわいい。かわいい。持って帰ります。はい。もう一個くれんの？最後。最後。まさかまさかの。まさかまさかの。ダブルダブル。アリス。嬉しい。なんかこれ。めっちゃ可愛い。これランダムじゃないですか？すごい。つがみくんの携帯とかにもさ、貼ったら可愛いから。いやー、もうありがたいですもん。何にも貼ってないから。いくらですか？900円で入る。あら、このクオリティでは安いっすね。あ、アイロンでもできるみたい。そうよね。うん、大体ワッペンですよ。でも普通にこうやって粘着があるからこのまま貼ってもいい。へえ。ミッキー笑って。じゃーん、来たー。もうすでにめっちゃ美味しそうな香りしてません？美味しい。またしかもじゃーん、ここのカフェはオーマイカフェがプロデュースしたカロリー塩分控えめで低糖質なヘルシーで女性男性皆さん健康に本当にいいカフェになっておりますので、女性としては特に気になるしヘルシーな方が嬉しいので最高ですね。キングダムハートを味わいながら健康のことまで考えてくれてるっていうところが本当にプーさんカフェと引き続き嬉しいポイントでございます。それではいただきます。どれから食べよう。見て、ちゃんとキーブレード乗っかってた。キーブレード01番です。本当にこれ01番始まりだから一番最初ですよ。ミッキーもいる。じゃあいただきます。うん、おいしい。でも本当にめちゃくちゃトマトの新鮮な味。マジオーマイカフェさんが普通にご飯が美味しすぎて、今一瞬キングダムハーツカフェっていうのを忘れました。それぐらい本当に美味しい。食材の味がする。高見くんにも食べてほしい。これツナパスタ、トマトとツナの味がめちゃくちゃ美味しいんですけど、星に見立てた。もしかしてパープの実ですか？これはパプリカです。いやいや、パープの実でしょ。トラとカエリが食べ合ってたみたいなのがキングダムハーツ3で見れるみたいで、私はまだたどり着いてないんですけども食べます。これ黒いの何なんですか？ミッキー。ミッキーのポテトじゃない？ポテトサラミッキーいただきます。見た目とは全然違う味でした。見た目なんかさ、イカスミっぽい感じだけど、食べたら本当にホワイトポテトサラダって感じ。めちゃくちゃ美味しい普通のポテトサラダ。それあれだよね、ミッキーのさ、この13期間のミッキーになってるからちゃんと黒いで、これのも、これは約束の3人のジュースです。ソラ、ディク、カイリ、
なんかちょっと島っぽいよね、ディズニーアイランド。ああ、ぽい。運命のハーブパインソーダ。パイン。ハーブの実をイメージした。いただきます。美味しい。めちゃくちゃパイン。あれしてます。シャワシャワ。シュワシュワしてます。シャワシャワしてる。シュワシュワしてます。はい、続いては魔法のランプチキンカレーです。このランプの下がなんかちょっと砂漠っぽくなってるのすごくないですか。本当だ、なんですかね、パン粉？砂漠だよ。いただきます。はい、チキン乗ってるね。やばい。いただきます。うん、うん、辛いんですか？甘いんですか？甘くて。へぇ、ディズニーのカレー、私の一番大好きなカレーだ。プーさんカフェでも言ってるね、プーさんカフェの蜂蜜なしバージョンって感じ。辛くないんですよ、まろやか。このパン粉も美味しいだけど。パン粉っぽい、美味しい。パン粉っぽいやつ、でも分かる、パン粉っぽい風味がパンの味する。うん、うん、やっぱご飯が美味しいって最高ですよね。これも食べよう。何なんだろう、ビーツ。またビーツっぽくない？なんかオーマイカフェの野菜が本当に美味しくて、野菜のサラダとか食べたくなる。めっちゃ美味しい。ドレッシングが美味しいんだろうな。え、いちご。え、いちごのなんかあれが入ってる。甘くないんだけど、ジャムみたいなのが入ってる。へー、シャレだな。あとブルーベリーもある。めっちゃ美味しいわ。朝ごはん食べなくてよかった。見てこれかわいい。この絵最高、うん、しかもこの後ろのここも可愛い。何って書いてある。いただきます。これはの、これきな粉、蜂蜜ときな粉っぽい。最高じゃないですか。めっちゃ美味しい。へー、めっちゃ美味しいんだけど。あっちの紙に書いてあるじゃない。嘘だ、絶対きな粉入ってますよね。入ってるって。ほらほらほら、ちょっと読んで、絶対書いてあるんだから。きなこみたいな服着て。きなこみたいな服着てんじゃないよ。どんな服やねん。ふざけんじゃないよ、君は。当たり強っ。さっき俺だけ当たり強いの。誰が？タカルさん。いやいや、コーラないよ。ほら、コーラ。謎の編集店。わー、はい、ということで、大好きなキングダムハーツカフェ。キングダムハーツの世界に囲まれて食べるだけで本当に幸せでした。しかもやっぱりこのオーマイカフェさんがプロデュースしてるということで、めちゃくちゃご飯が美味しいんですね。だからそこが見て楽しいし、やっぱ外にご飯も美味しいので、もうオール最高でした。じゃあこの後私はこのぬいぐるみたちを購入して帰りたいなと思います。それではバイバイ。おも、チャー、ありがとう。